皆さんこんにちは。土木工学科助教の古川です。土木工学科では講義で学んだ知識をもとに実験や実習を通じて理解度をさらに高めるための土木実践教室を開講しています。その中のテーマの一つとして土の一軸圧縮強度コンテストを実施しています。安全性の高い土木構造物を建設するためには建設地点の地盤の強度を正しく求めたり対策が必要な場合にはその補強の方法を正しく考える必要があります。このコンテストでは材料の種類や補強の方法、コストなど限られた条件の中グループで協力しながら材料の設計、試験体の作成、強度試験も実施します。そして実際の建設事業でも行われるような軽くて強い、そして粘り強い地盤材料の開発プロセスを実践しています。これからその一軸圧縮強度コンテストの様子を皆さんにご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。135.1 145.8 156.1。ちょっとやばくない？160。6.9。ちょっとどうやったらいいか。